皆さん、こんにちは。今回はドジャース大谷翔平選手の元通訳水原一平氏の違法賭博疑惑についてまとめてお伝えします。水原氏は大谷選手の口座から少なくとも450万ドル約6億8000万円を違法賭博の同元マシュー・ボーヤー氏の関係先に送金したとされています。また水原氏にはこの450万ドルとは別にまだ返済していない借金があるとの関係者の話も報じられました。ボーヤー氏は電話での取材に対しコメントを拒否したそうです。記事では水原氏がボーヤー氏と知り合った経緯についても触れられており、2021年にカリフォルニア州サンディエゴのホテルで共通の知人から賭け事をやるならこの人こそが一緒にやるべき人だと水原氏は言われ、ボーヤー氏を紹介されたとのこと。ここから2人の違法賭博の関係が始まったのかもしれません。水原氏の半生については謎に包まれている部分が多く、カリフォルニア大リバーサイド高卒と公式履歴に記されていましたが、在籍が確認できないことが判明。また通訳としての経歴にも一部実際とは違うことが記されていたことが発覚しています。高校卒業後の約10年間についてはほとんどが分かっていませんが、寿司店や日本酒輸入販売の日系企業で働いていた経歴があることが友人らの話で明らかになりました。また裁判所の記録では04年と09年にスピード違反で捕まったこともあったようです。当時の知人は水原氏について仕事熱心な人、こんなことになるとは思っていなかったと驚きを隠せない様子だったとか、水原氏がなぜ違法賭博に手を染めたのか、その理由についてはオンラインゲームがきっかけだった可能性が指摘されています。ファンタジーフットボールという NFL の選手の成績を反映させて順位を競うゲームにはまっていたとエンゼルス関係者は証言。合法ですが、成績上位者には豪華な商品が用意されることもあり、ギャンブル的な要素があります。そこから違法賭博に足を踏み入れていったのではないかと見られています。また08年にはマリファナ所持のトラブルを起こした可能性もあり、暗く沈んだ時期があったのかもしれません。アメリカの司法記録などを集積したサービスには水原一平という人物が08年9月運転中にマリファナを所持しており、事案化した最終的には不起訴という情報が残っているそうです。水原氏は大学を出た後野球関連の仕事を志すようになったといい、野球関連の仕事をしたいと語りながら真面目に働く好青年でした。ギャンブルをしていたようには見えなかったと、当時水原氏がバイトをしていたロサンゼルスの和食店寿司処ことのオーナー松木康夫氏は振り返ります。その後12年に地元北海道の日本ハムファイターズの通訳に応募し採用されました。当時打撃コーチとして同球団に所属していた柏原淳一氏は、一平は野球面ではもちろん私生活でもずっと一緒にいて外国人選手をサポートしていました。彼らにとっては言葉も文化も食事も違う環境ですからね、細かいところまでよく面倒を見ているという印象を僕は持ちました。気配りができ穏やかなタイプでしたと水原氏を評しています。当時の球団職員からは少しぼーっとしているタイプという評価もありましたが、持ち前の実直さで水原氏は着実に前に進んでいきました。当時は大谷選手と特別に仲が良かったわけではないそうですが、メジャー行きを相談される中で信頼を勝ち取っていったようです。17年末大谷選手のメジャー挑戦に伴い水原氏はエンゼルスに雇われます。一心同体という言葉がふさわしかったと地元紙記者の志村智也氏は語ります。水原さんは大谷選手が完全に野球だけに集中するため他の全てのことを任されていました。球場で荷物を持つ、練習の様子を録画するといったことはもちろん、近くのアパートメントに暮らし車で送り迎えをする、食事の買い出しにも行く、公私なくほとんどの時間を大谷選手に捧げていた印象です。こうした役割に加え
水原氏はその人柄で大谷選手がチームに溶け込むためにも大きな役割を果たしていたそうです。通訳にはいろんなタイプがいます。例えばインテリの通訳は選手の日本語をきっちり英語に翻訳する。一方水原さんは比較的言葉が少ない大谷選手の日本語をやや砕けた親しみやすい英語に変換していました。チーム内でも水原さんのこうした気取らない気さくで無防備な性格がうまく作用したのだと思います。少し年上のあんちゃんという感じでチームメイトのいじりにも笑って対応していた彼の人柄があってこそ大谷選手がチームに馴染めたのでしょうと志村氏。水原氏の献身ぶりは前室の松木氏も証言しています。エンゼルス時代一平ちゃんから大谷さん用に弁当を作ってほしいと依頼がありよく弁当を作って球場に車で持っていきました。夢が叶ってよかったとしみじみ思ったものです。21年はことに素晴らしい年でした。大谷選手はそれまで以上にブレーク、打っては本塁打46本、投げては苦笑を上げアメリカンリーグの MVP を獲得したのです。水原氏もエンゼルスから独自の MVP 最優秀通訳を贈られました。しかし成功の絶頂で歯車は狂い始めます。この年水原氏は今回問題となっている違法スポーツ賭博の胴元であるマシュー・ボーヤー氏とポーカーを通して知り合いスポーツ賭博に手を染めていったとされています。在米記者水原氏の賭博疑惑についてはテロ対策組織も捜査に乗り出しており、賭博なのになぜ異常ですと専門家も驚きを隠せない状況。連邦調査当局は水原氏に対して犯罪において調査をしている段階で今後調査次第で検察当局として告訴になるかもしれないそうです。 MLB 以外にも脱税マネーロンダリングとお金に関する部分は IRS 内国歳入庁が大規模な犯罪組織の関与国境を越えた犯罪等の可能性があれば HSI 国土安全保障捜査局が調査を行うとのこと。これらの調査結果をもとに実際に司法手続きとして告訴訴訟等になっていくのは司法省だそうです。大谷選手の弁護団を務めるのはバーク・ブレトラ弁護士事務所。セレブたちの守護神という異名で呼ばれ、これまでにジョニー・デップ氏やレオナルド・ディカプリオ氏など多くの海外セレブを弁護してきました。なぜセレブ御用達なのかというと、メディア対応のうまさと民事刑事ともに裁判に対応できる柔軟さが理由だそうです。今回は刑事民事両方の可能性がある点、そして MLB 球団スポンサーと様々な関係者がいるという複雑な案件であり、大谷選手のようなセレブを中心に対応することができる非常に特殊なスキルを持っていると弁護士の吉田大氏は説明します。やはり法的に正しいことと大谷選手のようなスターが主張したいこととは当然乖離がありますので、このあたりをうまく調整していくことができる法律事務所だと思います。一方水原氏の妻は真美子夫人と親交が深かったとされ、開幕戦でも並んで観戦していましたが、夫の疑惑発覚後は雲隠れしてしまったようです。真美子夫人にとっても頼れる存在を失い、試合後の細々とした用事も水原氏に委ねていましたが、今後は一つ屋根の下に住む新婦に頼る場面が増えることになるでしょうと関係者は指摘。今回の騒動は真美子夫人にも大きな影響を与えそうです。これまで水原氏は自分のことになると趣味さえ明かさないほど口が固く、奥さんの存在も謎に包まれてきました。唯一の手がかりはエンゼルスのメディアガイドで水原氏を紹介するページにあり、妻の名前はナオミ、18年7月に結婚してオフは東京で過ごしているなどと書かれているのみ。この記述については水原氏の自己申告に基づいていたとされ、学歴や職歴に一部詐称があったと報道された以上、夫人についてもどこまでが本当のことかはわからないそうです。先日ソウルで行われたドジャース対パドレスの開幕戦では
薬指に指輪を輝かせたマミコ夫人が観客席に座り、盛んに大谷選手へ声援を送っていました。結婚発表後、初めて公の場に姿を現してからというもの、新婦の横には終始水原氏の夫人が寄り添っていたとか。ソウルへは岩手に住む大家の両親も観戦に訪れていましたが、水原夫人は両親とマミコ夫人を取り持つような形で横一列に並んで座り、みなとても仲良さそうな様子でした。ところが県の違法賭博が一斉に報じられると、水原夫人は旦那と共に雲隠れ、アメリカに帰るドジャース一行の中にも姿は見られませんでしたね。現地取材をしていたジャーナリスト、そうした中、ソウルでは早速ドジャース選手夫人たちの互助会、いわゆる奥様会が開かれていました。試合後のスタジアムでは、奥様会のメンバー約30人がグラウンドに降りて記念写真を撮る場が設けられましたが、マミコ夫人は臆することなく他の選手夫人たちと肩を組んだりしながら談笑していましたとジャーナリストは語ります。そうした立ち振る舞いについても、メジャーに精通した夫を持つ水原夫人から助言を受けていたことは想像に難くありません。水原氏の不在は大谷選手のリハビリにも影響を及ぼすのではないかと懸念されており、右肘の違和感を的確に球団に伝え、練習では撮影係も務めていたと関係者は証言。二刀流として過酷なスケジュールをこなす大谷選手にとって、水原氏の存在は欠かせないものだったようです。結婚発表後、初の公の場に姿を現したマミコ夫人も水原夫人と行動を共にし、新婚旅行のような時間を過ごしていましたが、いきなり夫の疑惑発覚という事態に、これからは夫婦二人三脚で乗り越えていくしかありません。大谷選手にとっては、野球に専念できる環境を取り戻すことが何より大切だと言えるでしょう。水原氏の行方は依然分かっておらず、 Where is 水原と現地メディアも捜索に乗り出している状況。大谷選手も会見で違法賭博への関与を完全否定しており、今後の調査の行方が注目されます。ただ水原氏がこれまで球団に対し翻訳以上の何かをしていた可能性は十分にあると言えそうです。戦術の通り、大谷選手のメジャー1年目から水原氏は腹心の友と呼ばれるほど信頼を寄せられてきました。志村氏は、日本人選手が米国で暮らすには言葉の壁もそうですが、文化の違いに戸惑うことも多いはず、異国の地でホームシックになることもあるでしょうと指摘します。水原さんはそんな大谷選手の心の拠り所だったのだと思います。野球の話から私生活の悩みまで何でも相談に乗ってもらえる存在だからこそ、大谷選手は寂しさを感じることなくメジャーでも活躍できたのかもしれません。大谷選手が新天地ドジャースでも安心して全力を尽くせるよう、球団としてもしっかりとサポートしていく必要がありそうです。一方で水原氏については、違法賭博への関与が事実だとすれば、二度とメジャーリーグに関わることはできないでしょう。八百長を招く可能性があるスポーツ賭博はメジャーリーグにおいては絶対的なタブー。八百長といえば、1919年のワールドシリーズで八百長行為が発覚し、ブラックソックス事件と呼ばれる大スキャンダルになりました。この事件で八百長に関与した選手は永久追放処分を受けています。志村氏、メジャーリーグでは賭博に対し非常に厳しい姿勢で臨んでいるのです。果たして水原氏はどのような処分を受けることになるのでしょうか。そして大谷選手は新たな環境の中でどのようにして二刀流の活躍を続けていくのでしょうか。マミコ夫人を含めた二人三脚の新生活にも注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。